はい、優勝おめでとうございます。佐々木です。今日のですね、レース展開どうでしたか。まあちょっと予想してた展開とは違ったんですけど、まあ、なんとか対応できた感じです。フォームではちょっと仕掛け気味だったんですけど、そういう予定でした。そうですね、仕掛ける踏むタイミングちょっと間違えたって感じはありますね。はい。で、コーチのバンズの印象は。は結構コーチ呼ばれてて結構いい印象ですね。あ、そうですか。はい。今日じゃあ、レース振り返ってですね、どの辺で優勝を確信しましたか。まあ2コーナーぐらいからですかね。そこからまくっていたところから。はい。あ、さすがですね。連日ぶっちぎりの優勝で、次はどこですか。次は3月は焦れなくて、はい、次4月奈良のミッドナイトからです。はい、じゃあ S 級復帰に向けて頑張ってください。最後に、ファンに向けてメッセージをお願いします。 S 級で勝てるようにしっかり練習して頑張りますので、応援よろしくお願いします。頑張ります。どうもありがとうございました。